おはようございます、こんにちは、こんばんは、次郎です。今回は日本の3000メートル砲のご紹介です。ウィキペディアによると、日本の3000メートル砲は21座あり、独立砲の富士山と御嶽山及び飛騨山脈、北アルプスと赤石山脈、南アルプスの山域に限られています。ウィキペディアによると、標高3000メートルを超える一帯は森林限界の廃末帯で、高山植物の群生地となっている。また多くの3000メートル砲の廃末帯はライチョウの生息地となっていると書かれています。ですが、私の感想では、3000メートルを超えると廃末さえも少なく、岩がゴロゴロしている印象の方が強いです。日本の3000メートル砲を登るなら7月がおすすめ。下は夏ですし、登るにつれて春になり、高山植物が楽しめます。そして頂は残雪期で、雪も楽しめます。3000メートルに満たない八ヶ岳や鳳凰山に冬にテントを担いで登ったことがありますが、恐ろしく寒いです。マイナス20度 C を下回り、晴れていると見事なダイヤモンドダストを見ることができます。写真ではその美しさが伝わらないのが残念です。その一方で、風が強いと一歩進むだけでも大変匍匐前進のような状態になってしまいます。雪山の高山にはピッケルが必須です。さて、前置きはこの辺にしておいて、3000メートル砲のご紹介。1位の富士山は別格で、2位の北岳以降はほとんど標高差がありません。私が登ったことのある3000メートル砲は21座中9座だけ、半数に届きません。その主たる原因は、3000メートル砲の多い穂高連峰の人だかりを嫌って穂高には行っていないこと。槍や奥穂には行きたいのですが、年明け早々には66歳になってしまうので諦めムードです。50代の間に登っておけばよかったと思う今日この頃です。ではまず21位の聖ヶ岳。もう3回以上登っていますが、アクセスの関係で最近は登っていません。写真は50代前半のものです。次に20位の立山。残雪期にスキーで行きたいのですが、まだ実現していません。ですがアルペンルートが通れば老人でも行けそうなので、まだ行ける可能性がある山です。19位の乗鞍には山友と行きましたが、私一人スキーで、他の人は愛禅。結果、愛禅組の方が早く山頂に到着。私は登りの途中でスキーをデポして、スキーシューズに愛禅で後から追いかけました。18位の千畳ヶ岳。3回以上登っていると思いますが、いつもソロのような気がします。17位の飛騨山脈南岳には、先に言ったように穂高連峰を避けていた関係で登っていません。写真はお借りしてきたものです。16位の潮見岳は南アルプスなのですが、アクセスをどうするか考えていただけで、登る機会を作り損ねてしまいました。15位の納鳥岳も、どのルートで登ろうかと計画は立てたのですが、まだ登る機会を設けることができていません。14位の御嶽山はアクセスも便利で登りやすい山なので、山を始めた年に登りました。硫黄の匂いが記憶に残っています。
13位の荒川中岳は登っているのですが、小雨が降っていて写真がありませんでした。12位の中岳は穂高連峰なので登っていません。11位の前穂高から8位の唐沢岳も穂高連峰なので登っていません。7位の赤石岳と6位の有沢岳はテントを担いで登りましたが、天候に恵まれませんでした。5位の槍ヶ岳は何度も行こうとして実現せず、どうも縁がないようです。3位の愛の岳と2位の北岳は山に登り出した年にテントを担いで行きました。3000メートルを超える尾根歩きは爽快なのですが、気分は早足、実情は鈍足亀足になってしまい、テントに帰るのが遅くなってしまったのを覚えています。愛の岳と同率3位の奥穂高にはやはり登っていません。そして1位の富士山にも登っていません。5合目までドライブだけです。一度は登りたいように思うのですが、私は2500メートルを超えると軽い高山病になってしまうので、よほどの準備をしなければ登頂は無理かと半ば諦めています。私の大好きな白山や八ヶ岳、木曽駒ヶ岳、甲斐駒ヶ岳、最長不眠弾丸登山27時間レースをした宇津木岳、思い出の山々、またいつかご紹介したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。もしよければチャンネル登録してやってください。